大臣ご無沙汰でございます。ただいまから副大臣会議を開催いたします。今回は会場の中では副大臣が国土交通副大臣吉田修さんに新たに入っていただきましたが、それ以外の皆さんは出席留任でお願いをしたいというふうに思います。この際2つのことを皆様に改めてお願いをしたいと思います。それはこれから国民の皆様にあるいは国会においてしっかりと説明責任を果たしていかなければなりませんが、その最前線に立つのはやっぱり副大臣の皆様だろうと思います。もちろん私も先頭に立ちますが、私だけではこれは全て自分のことはございません。例えば社会保障改革、どういう改革をするのか、これは厚生労働省、副大臣、これ先頭に立っていきたいと思います。復興の地においてどういう復興事業をやるか、それぞれの省で担当されている部分があると思いますが、そういうことも含めてしっかりと説明責任の先頭に立っていただきたいと思います。からもう一つはですね、それぞれの省でそれぞれの担当があると思いますが、省域を超えて決断しなければならないテーマがいくつも出てきました。一つは地域試験改革の関連で出先機関の廃止に向けた取り組み、これはそれぞれの省の省域にぶつかります。あるいは一体改革の前提として行政改革、これ当然やっていかなければなりませんが、例えば特別会計の改革であるとか独立行政法人の改革であるとか等々ですね、これもそれぞれの各省の省域とぶつかります。その省域をぶつかるところにおいて、まさに政治主導でですね、それぞれの行革を推進するという意味においては、まさに皆様の役割はこれまで以上に今国会中は特に重くなってくるかと思います。そのことを十分踏まえて皆さんと一丸となって仕事をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。